スクールをね選ぶときに絶対に気をつけなくちゃいけないのが、ベッドの高さを合わせてくれるスクールに行くっていうのがすごく大事なポイントです。ベッドの高さをまず合わせて、あとは下半身の使い方もしっかりこう土台から作っていって、基礎を固めていくのがうちのスクールの特徴です。じゃあどうこうに立ち位置持ってって、どういう立ち方をしているかっていうのを説明していきます。はいどうも、世界一のセラピスト川上拓人です。本日は JMTA と ITS の体験レッスンをやっていきたいと思います。体験レッスンを、ね、見てくださってありがとうございます。ここではですね、スクールでどんな形で授業をしていくのかだったり、どんなことが学べるのかを動画を通じて体験していただければと思います。まずですね、施術の体験をしていただければと思います。動画でもね、こう体験っていうのがどんな授業をやるのかっていうのを体験できますので、ぜひですね、見ていただいて、このスクールはどんなことが学べて、どんなセラピストになれるのかっていうのをぜひ体験していただければと思います。ではまずですね、手技をねこうお伝えしていくって皆さんこう思うかと思うんですけど、うちの学校ではいきなりじゃあこの技をやっていきましょうって言って技をお伝えいきなりはしないです。なぜならそのね、技よりももっと大事なことがあるから、それを先にお伝えします。それがベッドの高さ合わせになります。ベッドの高さ合わせ、皆さんスクールをね選ぶときに、いろんなスクールがあると思うので、こうねいろいろね見ていただいて、自分に合ったスクールを探していただければと思うんですけど、絶対に気をつけなくちゃいけないのが、ベッドの高さを合わせてくれるスクールに行くっていうのがすごく大事なポイントです。意外ともうね、うちのスクールのこうね生徒さん、経験者の方だったりもね来てくださるんですけど、ベッドの高さこんなに調整してもらったことないですっていう方が多いんですね。でなんかこう力が入りにくいなとか、なんかね体を痛めちゃって腰を痛めちゃったっていうねセラピストさんが結構うちのねスクールには来てくださるんですけど、やっぱ話を聞くと、スクールで習った時にベッドの高さなんて気にしてませんでしたっていう方が多いです。でそうするとどうなるかというと、例えばですけど皆さん、めちゃめちゃ低いベッドで慣れたらどうなると思います？めちゃめちゃ低いベッドで慣れてしまうとどうなるかというと、適切な高さじゃないとどうしてもベッドが低いと腰を曲げてね、膝を曲げて施術をしなくちゃいけなくなるので、姿勢が悪くなるんですね。こういうふうに猫背になり、ね、腰を曲げてこう圧しないと低いんで、で膝も曲げたりするんで、いろんな関節だったり腰に負荷がめちゃくちゃかかるんですこれ。で怖いのは、最初のスクールでそんなふうに教えてもらうと癖になります。悪い癖、要は適切なベッドに後で合わせたとしても腰曲がる癖がついちゃってるから、肘が曲がり、こういう施術になってしまいます。でそうするとどうなるかというと、これはですね、力も加わりにくいだけじゃなくて、本当にセラピスト生命が短くなります。だって腰が痛い、ヘルニアになっちゃった、座骨神経痛がとかって言ってね、腰を痛めてしまってセラピストを辞めていく方とかも多いんですね。それは適切なベッドの高さでやらないから変な癖がつき、腰を痛めてしまってセラピスト生命が短くなってしまうっていうのが起きてしまいます。なので最初に高さ合わせっていうのめちゃめちゃ大事です。で今度は高すぎるベッドで練習するとどうなるかというと、高いベッドでやるとね、体重を上から乗せるってことができなくなるんですね。要はかなり高いベッドでやると、もう棒立ちでなんていうんですかね、さするだけの癖がつきます。要は体重を上からね、適切なベッドの高さで上から体重を乗せるっていうことをやらないので、もう表面をただこう撫でてるだけ。なぜなら高いから体重加えられないからね、背伸びしないと上に行けないから。でそうなってくると、高いベッドで慣れた人は力を込めるのを忘れる、もしくは腕力のみ、腕の押す力のみで体重を加えようとします。なので腕が結果的に腕力を使わなくちゃいけないから、腕で押すしかないんで、ふんって踏ん張ってしまい、息を止め、そして息を止めたままうーんってやるからめっちゃ疲れます。
だから終わった後にみたいな、呼吸止まってるし腕力で押してるから疲れちゃうんですね。これもセラピストが疲弊する原因になります。高すぎるベッドでやる、でもしくはお客様にも体重を乗せることを諦めて撫でるような施術になるから、お客様が満足せずにリピートしてもらえないっていうことが起きてしまいます。だから皆さん体験レッスンでね、必ず高さ合わせ、ベッドの高さを調節していくっていうのを覚えておいてください。これはスクール選びの超大事なポイントでもあるので、まあ、ここのねスクールじゃなくて他のスクールの体験レッスン行った際だとか、ね、もしご質問ができるんであれば、ベッドの高さ合わせってしてくれるんですかっていうのを聞いてみてください。でしてくれないスクールは行っちゃダメです。本当にねセラピスト生命が短くなるので注意してください。でこういうところをね結構ね教えてくれないところも多いので、まあこれをねスクール選びの基準の一つとして高さを合わせてくれるかどうかっていうのをチェックしてみてください。じゃあ実際合わせていくんですけど、どこが一番ベストな高さかと言いますと、ベッドの横にこう立っていただいて、これねストンって手をこう落として、指先からね、この指先から拳まで、この指先から拳までストンって下ろして、指先から拳まで、指先から拳まで、で今このね高さはですね、僕のちょうど第二関節ぐらいになってます。このあたりがベストな高さですね。つま先から拳ぐらいに調節するんですけど、まずは第二関節あたりで合わせてみてください。まあ、全然ねつま先、指先でもいいし拳でもいいです。指先でも拳でもいいんですけど、だいたい第二関節がその間ぐらいになります。どっかでねスクール行った時に体験レッスンへ行って、ちょっとね高さ合ってるかなとか、なんかこう体験レッスンさせてもらった時にベッドの横にねストンってやって、高さが合ってるかどうかのチェックをしてみてください。でチェックをしてもらえず、そのまま授業がスタートしたりとか、はいやってみましょうとかで、いきなり手技を教えていくような学校だったら危ないので注意してください。なんでまずベッドの高さを合わせましょうっていうので、土台がしっかりしてないと、ね、基礎のもう当たり前のような高さ合わせができてないと、そのできてないまま進んでいくんで、全部の手技が変な癖がついて変なトリートメントになってしまいますので、ここは要注意ですね。で続いてね、高さが合いました、バッチリな高さです。これそしたら続いて結構ね、じゃあ手技行きましょうっていくんですけど、うちのスクールでは次はね下半身の使い方をお伝えしていきます。下半身ですね。で下半身の使い方をお伝えするときに、まずですね足のね、今日は足の後面をやっていく時のポジションっていうところをお伝えしていきます。でセラピストがどのポジションにいるかによって、で実は力のねかけ方だったり、こう施術のしやすさって変わっていきます。なので下半身の使い方と立ち位置を説明します。でこれもねすごく重要なポイントになりますので、立ち位置をねちゃんとお伝えしてもらえるようなスクールを選んでみてください。で手の使い方だけでなく、ちゃんと体の使い方ね、この体の使い方っていうのはやっぱりね、最初下半身の使い方、体の使い方、手の使い方っていう形で軸となる体の使い方を教えてもらえないと、本当に手先だけの施術のセラピストになってしまって、これはやっぱりねお客様がね満足できる施術ができなくなったり、あとは疲れたりだとか力がねこう加わりにくくなってしまうので、この体の使い方を教えてくれる学校っていうのもすごく大事なポイントになるので、これもね要チェックにしてみてください。うちはね古武術の先生からこの体の使い方っていうのもしっかりレクチャーされてますし、まあ、僕も世界大会で優勝した時にやっぱり大事にしてたのは体の使い方で、もう本当にね軸の使い方から学べる学校になってます。はい、じゃあどこに立ち位置持ってって、どういう立ち方をしてるかっていうのを説明していきます。まずですね、お客様のかかと、ここにねお客様のかかとありますよね。お客様のかかとのこう延長、これですね、お客様のかかとがあって、その延長ですね、そこに、まあ、ベッドにこうストンと立った時のベッド側、まあこの左側、お客様の左側に立っている場合は右足ですね、この右足をベッドに垂直に持ってきます。こうですね、かかとの延長のラインに垂直に右足を持ってくる。そして肩幅よりちょっと大きく一歩前に出ます。
肩幅よりちょっと大きく一歩前に出て、足がこう L 字になっているような感じです。で、完璧な L、 直角の L ではなく、ね、お客様の足がこうあるので、体がねまっすぐこういくわけではなく、ちょっと斜めにこう体ってストロークしていきます。なので、お客様の足がこう斜めになっているので、まあ、それに平行になるようにこっちのね左側の足が直角ではなくちょっとだけね施術しやすいようにこうお客様の足と平行になるように向きます。でそこからこの下半身を使ってフェンシングの動きをやっていきます。皆さんフェンシングってやったことありますか？フェンシングのようにこの左足をしっかり曲げて前へのストロークで戻る、前へストロークして戻る、この足がしっかり作れてると前に押し出す力、地面を蹴って前に押し出す力もしっかりできて、で戻ってきた時にちゃんと足をねキャッチして体をねこうふっと後ろまでね戻ってこれる、この動きですね。そうすることによって体の軸が動くんですよ。ちゃんとした立ち方や立ち位置になると体がしっかり軸移動できます。じゃあちょっとね足元とかこの辺りのね、ズームをね見えるようにアングルを変えていきたいと思います。はい、ではですねちょっとねアングル上から見ていただいて分かりやすいようにしております。先ほど言ったようにまずはこのねかかと、お客様のかかとの延長上に自分のねこうお客様の方向を向いた時にベッド側の足、まあ左側にいる時は右足を垂直に入れていきます。で肩幅よりちょっと開いて、でベッドと平行に、もしくはお客様の足がねこう斜めにあるのでお客様の足に平行にちょっとこう斜めになってる感じです。なので完全なる L ではなくちょっとだけ前の足がクッと、まあ、それはねストロークがまっすぐ行くわけではなくお客様の足に沿っていくのでお客様の足に合わせていけるような形ですね。なので足の立ち位置、こんな感じですね。で立ち位置が教えてもらってないと、例えばここで立ち位置すごく立ち位置がずれてたとすると遠く行った時にやっぱね太ももまでしっかりこう力を加えることができなくなります。今これすごくずれてますよね、とか、まあ、逆にこうこれはないと思うんですけどこんなことになるとすごくやりづらくなります。なのでしっかり施術しやすい立ち位置っていうのもねすごく大事なポイントだし、足の形っていうのもすごく大事で、この足の形ができているからフェンシングの動きをした時にちゃんと膝が曲がって前へストローク、体が軸がこう動くように、この足ですね、これですね、はい、この立ち位置と体の下半身の使い方をぜひですね覚えてみてください。はい、ではですねちょっと見やすいようにねこう広いところでやっていきたいと思います。ちょっと見やすいように体全身の動きが見やすいようにこの位置に来ました。ちょっとベッドがないんですけどベッドあるだとあると思ってみてください。で、先ほど言ったように下半身の使い方が大事です。で下半身の使い方を見やすいように、このアングルでやってきます。まずはですねベッドのお客様のかかとの延長上に垂直に、ここにねお客様のかかとの延長上があるとして、で肩幅より一歩前に出して、でちょっとね内側に入ってきます。でこの足を作ったらフェンシング、皆さんフェンシングしたことありますか？フェンシングをねこうしたと思ってちょっとね見ている皆さんも自宅でちょっとこうフェンシングの動きやってみてください。この動画見ている人もちょっと広いところのね場所を取って、この動き足の形をぜひ作ってみてこの動きをちょっとしてみてください。フェンシングの動きですね、ストロークを前にしていく、この動きをやっていきます。で下半身の動きをねよく見ていただきたいんですけど、このフェンシングの動きをこうやってねやっていくことによってものすごく軸が移動していきます。体重移動がこうスムーズにできるようになりますよね。で、まあ、地面を蹴る時の床反力って言ってね床をこう蹴ることによって前への推進力をね生み出しやすいこの足の形になってますし、で体もねバッチリ支えられる、でちゃんとした歩幅を取ってるからストロークもね長く取れるようになります。なのでこの足の形だったり構え方、下半身の使い方をしっかり最初に教わってないと、例えばこれが足が揃ってたりするとこうバランスがめちゃくちゃね
悪くなってしまったりとか、逆に棒立ちで生活していたらもう体の軸が動かずに手だけが動くようになりますか、足がねもう棒立ちになってると。なのでしっかり構えを作って土台をしっかり固めてから、その土台から力をこう生み出していく。でこれができるようになってくると施術のクオリティっていうのがねやっぱ上がってくるので、下半身の使い方を最初にね授業ではお伝えをしていきます。はい、ではこれがね立ち方と下半身の使い方、そしてこれで体重移動っていうのをできるようになりますので、これが大事なポイントになります。ベッドの高さをまず合わせて、ね、その後立ち位置ポジションとか、あとは下半身の使い方もしっかりこう土台から作っていって基礎を固めていくのがうちのスクールの特徴です。はい、まあ、こういったね、土台の作り方ですね、ベッドの高さを合わせて立ち方をお伝えして、そして体の動かし方っていうところをお伝えしていくので、まあ、これができてないのに手先のね動かし方だけ習ってもね、これね本当にお客様気持ちよくないし体ぶっ壊しちゃうので、皆さん注意してみてください。